僕たちはいつも比べてしまう。こうあるべきという自分、こんなはずじゃなかった自分、そしていつか慣れてしまう人生の選択から逃げることに。流れに身を任せ、どうでもいいことに頭を悩ませ、考えているふりをすることに。でも同時に僕たちは知っている。選ぶことから逃げる分だけ人生はつまらなくなる。戦え。自分が選ばなかった人生と、君が踏み出したその一歩は大きな世界とつながっているから。その人生と向き合う覚悟はあるか。 FFBE 減塩戦争、今なら 9S もらえる。すべての存在は滅びるようにデザインされている。 FFBE 減塩戦争に 2B9S が参戦。 FFBE 減塩戦争、今なら 9S もらえる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、そうでしたね。本当ですか？オクターブ下だとちょっと楽かもしれないです。ですね、それで言うと、うんうん、表現が広がるのは絶対オクターブ下な気がします。で、ああまだ足りないはもう人に向けて話す声っていうイメージだから、うん、だからある種こう言い方あれですけど捨てちゃうような。そうですね。うん、もう叫びとかそういう。音楽のきっかけはなんだっけ？聞くだけなら努力もいらない。前置きはいいから話そう。ああまだ足りない、もっと書きたい。こんな歌じゃ満たされない。君らのバトルじゃ僕は満たされない。音楽のきっかけはなんだっけ？父の持つレコードだったかな。音を聞くことは気持ちがいい。聞くだけなら努力もいらない。前置きはいいから話そう。ある時思いついたんだ。この歌が僕のものになれば、この穴は埋まるだろうか。ああまだ足りない、もっと書きたい。こんな歌じゃ満たされない。君らのバトンじゃ僕は満たされない。まだ知らない愛を書きたい。この心を満たすくらい美しいものを知りたい。まだ足りない、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 まだ足りない。僕は足りない、ずっと足りないものがわからない。まだ足りない、もっと知りたい。この体を溶かすくらい美しいものを知りたい。よろしくお願いします。お願いします。入って何度かテイク練習したりして一緒にやらせてもらえればと思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。よろしくお願いいたします。音楽のきっかけは何だっけ？父の持つレコードだったかな。音を聞くことは気持ちがいい。聞くだけなら努力もいらない。前置きはいいから話そう。ある時思いついたんだ。この歌が僕のものになれば、この穴は埋まるだろうか。あーまだ足りない、もっと書きたい。こんな歌じゃ満たされない。君らのバトンじゃ僕は満たされない。まだ知らない愛を書きたい。この心を満たすくらい美しいものを知りたい。I'm not sure.
楽しかったですね。はい、あの、まあ、歌にコンプレックスは持っているものの、なんかチームの皆さんすごくこうあの楽しく指示出してくださったりとか、すごくこう乗せてくれたので、なんかこう自分としても気分が上がりながら歌えましたね。あのヨルシカさんの盗作はすごく僕も好きな歌なんですけれども、本当にこう簡単に歌える曲ではないというか、本当に難しいですし、思いもたくさん詰まっている曲なので、そこはちゃんとしっかりとやろうっていう気持ちでやりましたね。CM の撮影現場で監督が流していらっしゃって、そこで初めて聴かせていただいたんですけど、なんかすごくフレーズであったりとか曲調がすごく耳に残って、なんだろうこれっていう、なんていうのかな、なんか残像がこう見えるような感じがして、そこからすごくこう気になって聴きましたね。ほとんど歌わないですね。やっぱりこのコロナの状況でやっぱカラオケに行くっていうことがまずなくなったので、ほとんど歌わないですね。仕事でこうやってあのいただいた時に家でちょっと練習するぐらいで、そう考えると家でこう口ずさむ感じもなんか減っちゃった気がしますね。いや、まあカラオケとは全然違うので、私皆さんが見ている場で歌わなきゃいけないっていうプレッシャーはありますけど、でもなんか本当にそれを感じさせない空気を作ってくださってたので、すごく楽しかったです。車運転してたりとかお風呂場とかそういう時が多いですかね。誰かがいる時に歌うってあんまないんで、一人で狭い空間にいる時ですかね。僕はなんか決まってこの人を聴くとかっていうのはないんで、あのランダムに流してる感じで、なんかその時々によって変わるんで固定されたものはないですね。2020年は頑張るって決めました。なんか具体的にこれをやるとか目標をこうじゃなくて、もう最後まで駆け抜けるというか、他のこれから入る仕事も含めて今ある仕事も含めてもう全力で駆け抜けるっていうことは決めましたね。もう自分自身ですね、結局自分にとってそれはどうなのかっていうのを自問自答して、なんか周りの意見あまり聞くとかっていうことはないかもしれないですね。だしやっぱりこの仕事をしているとやっぱり主観だけではダメだと感じていて、やっぱりいろんな意見を聞いてなんか視野を広げることであったりとか、自分が絶対ないなって思うこともやってみることで広がることってあると思うんですよ。だからその辺はすごくこうフラットにいろんなものを考えて選択してるつもりでありますね。考えるって字かもしれないですね。なんか今年やっぱりそのコロナ禍で自粛期間もあって、結構自分自身でいろんなことを考えたりとか、そうやって向き合う時間ってあんまりなかったと思うんですよ。まあ、その中で仕事に対して向き合ったりとか、いつも応援してくださってるファンの人に向き合ったりとか、なんかそういう時間を、意図的ではなかったですけど、もうこの自粛期間中に取れたことによって、なんかやっぱりいろいろこう広がった部分があるし、なんか今までやってみなかったことをやってみようっていうきっかけになったのは、やっぱりそこの過程までもやっぱ考えるっていうことを強くしていたし、やっぱりまあ今もまだまだそのコロナっていうようなものが収まってない中で、やっぱ軽はずみに行動もできないし、なんかやっぱりいろいろ一回考えて冷静になってみるっていうことがやっぱ常に日頃してたことだなとは思いますね。ヨルシカさんの楽曲は私自身普段からよく
拝聴しておりまして、あの透き通るようなとても力強くて頼もしい歌声にいつも元気づけられたり勇気づけられたりしておりまして、あの私が歌うっていうことはあの、うん、なんというか大手を振って頑張りますというわけでもないんですけれども、あの今回は CM のコンセプトに沿ってということであの歌わせていただきました。あのやっぱり難しい楽曲だなとも思いましたけども、何よりその歌が秘めているメッセージというものがとても透明感があって綺麗だったので、それをまあ歌うというよりは私は俳優なので演じるというつもりで挑ませていただきました。ヨルシカさんのアルバムが出るということでアルバムをずっと聴いておりましたので、盗作は前から知ってました。なので CM の現場でこの曲があのタイアップ曲になるというのを伺った時は、なんというかタイミングというか、ついこの間聴いていたあの曲だと思いました。お掃除をしている時はいつも音楽流しながら掃除をするので、そういう時ポロッと出たりはしてるかなと思います。集中したい時は歌詞がないものを聴きます。クラシックとかジャズとか、あの歌詞があるとどうしてもそっちに気持ちが寄り添ってしまうので、あの台本を読む時とかは割と歌詞のないものを選ぶことが多いかなと思います。近いところで言うと、やっぱ今回ヨルシカさんの楽曲をあのそもそも素晴らしいものを歌わせてもらうっていう選択ですかね。どうなんだろうって最初は思ったんですが、 CM の世界観をさらに盛り上げるためというふうにお話を伺って、確かに志尊さんと私がそれぞれ歌っている CM っていうのもきっと今回の幻影戦争の世界観をより近くで感じてもらえる一個になるのであればと思って、あの自分なりに練習をしてまいりました。今回の CM が出来上がったものを拝見している状態だったので、すごくあの幻影戦争の世界観が私たちが演じているのにリンクするような素敵な CM になっていたので、あのさらに盛り上げるためにと言われたので、あの私にできることがあればと思いました。クリスマスはイブもイブイブも当日も舞台に立っておりますので、あのクリスマスに時間を作ってくださったんだなというお客様への気持ちもみんなで共有できたらと思ってます。今まで舞台を立っていた中で感じたことのないくらいあの感謝の気持ちでいっぱいです。今までも感謝していたつもりだったけど、こんな大変な中に時間を割いて時間を合わせて来てくださったんだなと思うと、もう全公演やり遂げたくて仕方がないです。もっと明るくて楽しい年になるって思っていたんです。オリンピックもあって2020ってすごく響きも良くて、もっとみんなが元気になるようなあんまりいいことがない世の中だけど、今年はきっと楽しい年になるって思ってたので、なんてことだと思うんですが、あのまあやはり娯楽側の仕事をしておりますので、FF の皆さんもそうだと思うんですけども、あの私たちはやっぱり皆様がちょっとでも明日が楽しみになるような仕事をしていくことが精一杯できることかなと思っておりますので、あの来年の公開待避策もございますので、私を好きで言ってくれる人はもちろんなんですが、私のことを知らない人や私じゃなくてもいい人たちも元気になれるような作品の一つ、何かパーツになれたら嬉しいなと思ってます。皆様こんにちは、松岡真由です。今回
あの FF 幻影戦争の CM をもっともっと盛り上げるために、志尊さんと私がヨルシカさんの盗作を歌わせていただきました。すでにいろんな方からすごい素敵な世界観の CM だねと言っていただいてるんですけども、さらに盛り上げる一つになれたでしょうか。あの物足りなかったらすぐにヨルシカさんの曲を聴いてください。ぜひヨルシカさんの楽曲とっても大好きなので、今回携わることができてとても嬉しかったです。FF と FF 幻影戦争と志尊さんとヨルシカさんと私を来年もよろしくお願いいたします。